プロイセンの三等コンパートメント車コンパートメント車は内部にコンパートメントを持ち座席がそれぞれの室内に配置される鉄道車両の種類で開放座席車と対立する概念である日本の個室車両と異なり部屋単位ではなく座席単位の販売で見知らぬ客が乗り合わせることもあったこのうち英語でコンパートメントコーチと呼ばれるタイプは車内が コンパートメントで区切られるとともに、各客室の脇にドアがあり、相互の行き来はできないものである。馬車の車体をモデルにしたもので、鉄道の初期に多く用いられた。日本語では、総飛びらしきと呼ぶこともある。一方、コリドールコーチと呼ばれるタイプは、車両の片側に長手の廊下があり、各客室のドアは廊下に面して、 車室相互の行き来や他の車両との移動ができるものであり、ヨーロッパの鉄道の客車では、開放座席車よりも長く好んで用いられた。日本語では、速炉化式などとも言う。なお、ドイツ語では、両方のタイプを一括して、アブテールワゴンと呼ぶ。この他、ナロネ 20K の一人用個室、ルーメットなどのように中央に通路を持ち、 両側にコンパートメントを設けるタイプの車両もある。当初のコンパートメント車は、一車両に、いくつかの区切られたコンパートメントがあり、各々のコンパートメントが別々に乗客の乗降用のドアを持つものであった。この形式のコンパートメント車は、郵便馬車の本体を、鉄道用の台車に乗せたようなものとして、イングランドの鉄道のごく初期の時代に開発された。 この形式の車両はヨーロッパのほぼ全体で使われ1930年代まで製造された。大陸ではこの形式はしばしばイギリス式客車と呼ばれた。なお、発射してしまえば各コンパートメントが完全な密室となるため初期の推理小説で殺人事件の舞台としても用いられている。フランスの測量化式客車の平面図オーストリアの コンパートメント車の車内測廊化式コンパートメント車は、側面の長手方向に廊下を持ち、分割されたコンパートメントと、上行口,口、大いのある貫通路を持つ。1900年代初期には、アメリカ式客車と呼ばれていた。測廊化式の初の客車は、1892年に、プロイセンで走り始めた。日本国内における寝台車やコンパートメント席を、 有する車両は、大半がこの形式である。久保田博史、鉄道車両ハンドブックグランプリ出版、1997年、P185。ありがとうございます。